はい、こんにちは、ダチです。今日も名言いきますよ。ワクワクだらけにしていきましょう。ちょっと今いい名言見つけちゃって、この名言読んだだけでワクワクしてきちゃって、これ今日いくわ、これいいよ、いくよ。矢沢永吉だよ。やっぱ矢沢永吉いいな。いくよ。失敗上等、生きている限り攻めていこう。矢沢永吉バイ矢沢。失敗上等、生きてる限り攻めていこう。行こうよ、そう行こうよ、ビリビリに攻めていこうよ。いい、ここもいいね。ほどほどなんてクソくらい、ほどほどなんてクソくらいね。失敗しなければ、ひどい目に遭いさえしなければ、ほどほどでいいという今の風潮の中、私たちは皆自分の中に何パーセントか矢沢永吉を取り入れて生きていってもいいものではないかって、この方に書いてあるよ。いいこと言うわ、この本。ごめんね、いつもお世話になってて、君の10年後を変える言葉、斉藤隆さんですよ。いいこと言うわ、ボケオラ。矢沢いいこと言うな。ほどほどなんてクソくらい、本当だよ。やってこうぜ、もうギリギリでやってこうぜ、毎回もう。普通でほどほどでいい、普通とかって、ほんといつもと同じ居酒屋で、いつもと同じ仲間と行って、いつもと同じ酒を飲んで、いつもと同じ愚痴をこぼしたら、あなたの人生が腐るね。ぬるま湯に浸かってる人生やめよう。ぬるま湯に浸かってたら、そのうち気づかないうちに死んでるから。もっとピリピリする熱いとこ飛び出してこいよ。一緒に行こうぜ、それでって差し上げるよね。やってこう、攻めてこう、限界まで攻めよう、限界突破してこう。矢沢いいわ、やっぱ矢沢と猪木いいね。まあちょっとどうでもいいや、そんな感じ。今日はちょっといい名言だったな、俺的には、ね、頑張っていきましょう。守るな、いつもと同じ突破してこうね。ほどほどとかでやめてこう。よろしくお願いします、私です。頑張ってほしい。よろしくっていうか、ちょっとやざっぽかったね。まあいいや、よろしくお願いします。